中期旧石器時代。中期旧石器時代、ミドルペイリアリスック、またはミドルペイリアリスックは、ヨーロッパやアフリカ、アジアで理解されているように、旧石器時代の2番目の区分である。という用語は、アフリカ考古学で中期旧石器時代に相当する、語以下同義語である。中期旧石器時代は広く30万年前から3万年前まで、期間が当てられている。 期間については地域ごとに相当な違いがある。中期急石器時代は5万年前から4万年前に初めて始まる後期急石器時代が続く。ペテットとホワイトはイギリスの中期急石器時代前半を32万5千年前から18万年前の期間とし、最近の海洋酸素同位体ステージ9から最近の海洋酸素同位体ステージ7にかけて、 中期旧石器時代後半は6万年前から3万5千年前としている。アフリカ単一起源説の理論によると、は、約10万年前か7万年前に中期石器時代、中期旧石器時代に、アフリカからの移住を開始し、ネアンデルタール人や、ホモエレクトスのような先住人族と置き割り始めた。しかし、イスラエルから出土する最近の化石発見は、かつての証拠が示唆するよりも、 約8万5千年早く我がホモサピエンスが18万5千年前にアフリカの外で暮らしていたことを示してる。現代的行動の最初期の証拠は中期旧石器時代に初めて現れるが、現代的行動の明白な証拠は次の後期旧石器時代に一般的になるに過ぎない。クロアチアのクラッピナ、13万年前や10万年前の ような場所での中期旧石器時代の総裁は、中期旧石器時代の文化が、死後の生活のような観念に基づく信仰を含む、発展する宗教的思想を保持していたかもしれないと信じるのような一部の人類学者や考古学者を生み出しているが、他の学者は、死体は非宗教的な理由で埋葬されたと示唆している。のほもハイデルベル元出墓地からの最近の考古学的発見によると、 意図的な埋葬の実行は、前期旧石器時代後半の早い時期に始まったかも、知れないが、この理論は科学者の間では、相当疑問視されている。フランスのや、ムーライワカゲ遺跡のような、様々な墓地のネアンデルタール人の骨の切り傷は、現代の一部の人類文化のように、ネアンデルタール人が仮上の宗教的理由によりを、行ったかもしれないことを示している。また、 中輪元衆の野や象の骨に見出される模様のような芸術表現の初期の例が中期旧石器時代の始まりに先立つホモエレクトスのような石器使用者により作られた可能性があるが旧石器時代の最初期の芸術表現の明白な証拠はブレスレットやビーズアートロックボディーペイントとしてそしておそらく意式に用いたオード色の形態でのような中期旧石器時代からのものデる。 大きな魚を釣ったり特別な石器で大きな漁獣を狩猟するような活動は増大した集団内の共同やさらに緻密な社会組織を暗示している。宗教や芸術のような他の高度な文化的特徴を発展させるのに加えて人類も12万年前という早い時期の中期、旧石器時代のしばしば儀式のような宗教的な目的で用いられたオード色のような 稀な品や生物を商う間で長距離の貿易に参加し始めた。バンド間の貿易が関連する欠乏期に、霊、基金、または間伐生物のような資源や商品を交換できるようになることで生き残りを保障する、助けなるために、集団間の貿易は中期旧石器時代に現れた可能性がある。考古学や比較文化人類学からの証拠は、中期旧石器時代の人々が、 後期旧石器時代のややムブティ族のような現代の一部の狩料採集民と同様に小さな平等主義のバンド社会に暮らしていたことを示し入る。ネアンデルタール人の社会と現代人類の社会は共に中期旧石器時代に社会の年長者の世話をした。1999年は危機を回避し安定した食料供給を平等に行えるように食料や 肉のような資源分配する必要から、平等主義が中期旧石器時代の社会で交流した可能性があると仮説を立てた。例によって旧石器時代を通じて女は植物や薪木を集め男は狩りをしたり死んだ動物を一掃したというのが考えられてきた。しかし、アリゾナ大学の人類学者で考古学者のが行った最近の考古学調査はこの性別による労働が おそらく中期旧石器時代には、西暦期限前4万年か5万年の現代、人類やネアンデルタール人口旧石器時代に先立って存在せず割と最近では人類の選手学で進化したこと示唆している。性別による労働は、もっと効率的に食料などの資源を獲得できるように人類を進化させた可能性があり、従ってヨーロッパのネアンデルタール人と競う。 後期旧石器時代のホモ・サピンスを出現させた可能性がある。狩猟採集が中期旧石器時代に食料供給のほとんどをまかなったが、人々は海産食品で食事をまかない始め、保存し貯蔵するために肉を燻製にしたり乾燥させ、始めた。例えば現在、今後民主共和国に占領されている地域の中期、石器時代の住人は9万年前には専用の顎の ある釣り具で大きな長いナマズを釣り、ネアンデルタール人やアフリカの中期旧石器時代のモサピエンスは、約11万年前のイタリアのネアンデルタール人以降やアフリカのの中期旧石器時代のホモサピエンス以降で調理する、甲殻類により明かされるように食用に、甲殻類を取り始めた、レフネームイコールニータイムズ 10-08-07- レフのような人類学者は、 ネアンデルタール人などの中期旧石器時代の遺構で発見される大量の解体された人骨をもとに、トモグいが後期旧石器時代の始まりに先立ち人間社会で一般的であったと示唆している。中期旧石器時代のトモグいは食料の欠乏により起きた可能性がある。中期旧石器時代のトモグいが後期旧石器時代に起きたと考えられる。 宗教的実践の発展と合致する宗教上の理由で起きた可能性もある。それにもかかわらず、中期旧石器時代は共食いを決して行わず、発見される人骨への損壊はの結果か、賢主トラやライオン、ハイエナのような肉食動物による捕食であった可能性を残している。約20万年前の中期旧石器時代の石器製造はかつての技術より、 成功なとして知られる石器製造技術を多産した。ウォレスとシーアは石核異物を公式石核と弁法石核の二つの異なる種類に分けた。公式石核は弁法石核がさらに機能性に基づくものである一方で原石から最大量抽出できるよう設計されている。この手法はさらに管理的で普遍の破片の創造を認めることで効率を上げた。この手法は 木製の軸に鋭く先の尖った石片をつけることで、最初期の根性石器である石のついた槍を中期級石器時代人が対応して作れるようにした。中期級石器時代クラスの技術を手に入れていたネアンデルタール人のような旧石器時代の集団は、後期旧石器時代の現代人類同様に章に狩りをしていたようであり、ネアンデルタール人は特に発射兵器で同様に狩りを、 した可能性がある。それにもかかわらず狩りにおける、ネアンデルタール人の発射兵器の使用は、非常に稀に行われ、またはおそらく全く行われず、ほとんどの場合待ち伏せるか、発射兵器で距離を取って攻撃するよりもやり、突き刺すような乱闘用兵器で攻撃することで、大きな領銃を買っていた。中期旧石器時代の石器の本質に関する現状の論争は、 一連の機能的に特定の石器様式と予想された石器様式があったか合さするように葉の維持の限度を投影する石器構造の単純な連続があったかという点である火の使用は中期旧石器時代の人類の前史で初めて広まり人類は25万年前に食料を調理し始めた一部の科学者は人科が寒冷地域で生き残りを確実にするのを 手助けする冷凍肉を解凍して、糧を調理し始めたと仮説を立てている。分子生物学者は、犬科の DNA の比較をもとに論争条件は、紀元前10万年頃か、それより、前の中期旧石器時代に、初めて家畜化された可能性があると主張している。クリストファー・ベーム、1999年は、平等主義は基金を避け安定した、食料供給を確実にするために、 食料や肉のような資源を平等に分配する必要から中期旧石器時代の社会で交流した可能性がある仮説を立てている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。